京6月23日から開催中の戦祭りのこのルールならではのデッキを紹介するよ。織田軍、赤が中コスト戦国の兵力上昇、今川軍、青が武力プラス1と戦国の速度上昇。戦国で10コストということで、このチャンスを逃したら当分やれなそうな。花の定時関連作品統一のクリアデッキをやってきたよ。普段のノーマル縛りでは4枚以下のデッキを使う機会がないから、リスペクトしてるクリア使いの方の動画を見て参考にしてみたけど、枚数の少ないデッキは段の処理や固定組みが難しいね。お隣様、狙い撃て。お達者で狙い撃て。こりゃそりゃ狙い撃て。狙い撃て。たわけが。義太夫、刀を。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。突撃。ならばその目で見極め。下げろ。そりゃ。お隣様、狙い撃て。お達者で。狙い撃て。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。ならばその目で見極め。流派発動、三の方。お隣様、お達者で。四季さが2と紅葉竜ついてるから、まだお相手に四季7がないはず。相手の平の知盛の計略が切れたのを確認して再度攻めを取りたい。ならばその目で見極め。お隣様、お達者で。平家の誇りを守りたく、
この友盛に続け。月も俺を笑って。全開放。流派発動。二の型。たわけが。前期。武田の勝利のため、この命を燃やす。これより我ら、修羅に入る。これより陣を引く。陣を下げろ。突撃。兄上。義太夫、刀を。今回は2試合やるよ。常に最悪の舞台を想定して動く。見切った。見切った。あなたが来ることは分かっていた。驚きはないです。駆逐せよ。見切った。尋常に勝負。計算を間違えましたと。せよ。見切った。強い。見切った。不足か。この目で見極め。茜はよく使うから。
範囲は大体覚えとるかな。これがどう足掻いても1枚しかいらんくらいの距離のはず。違うんだ、私は。天命尽きるか。計算を間違えましたか。流派発動。三の型。流派発動。一の型。見切った。結露。ここで四季あふれするのを嫌って攻めたけど、相手も四季あふれそうやから、もっと他にやりようあったかもな。うちのデッキへの理解度が足りてないのが出とるかも。見切った。この剣で人々を守護する。見切った。たわけが。月も俺を笑っておるわ。天命尽きるか。天気強い。見切った。やゆう当たらん。計算を間違えましたか。いざ尋常に勝負。見切った。ならばその目で見極める。違うんだ、私は。力不足か。運命尽きるか。流派発動。三の型。ならばその目で見極める。この剣で人々を守護する。結露。そりゃ。強い。違うんだ。流派私は発動。二の型。わしが餌になる。獲物を撃ち逃すな。
算を間違えましたか。たわけが。ご視聴ありがとうございました。